の席に座ろうかな。やっぱり今日も端っこにしておこう。お前またいつもの席だろ。うん、そんじゃ俺もいつもの席にするか。カナタずるいよ。この間も彼女の隣に座った。今日は絶対僕が特等席に座るんだ。あのな、俺はずっとこいつの隣の席に座ってるんだ。今更変える気はないぞ。二人ともおいおい、二人ともたかが席で喧嘩するなよ。みんな早く席につけよう。そろそろ上映開始するからな。先生もああ言ってるし、ちゃっちゃと席ついて。僕は彼女の隣がいい。俺だっていつもと同じ席がいい。はあ、これじゃ拉致が開かないな。お前が決めてくれ。誰の隣がいいんだ。陽君の隣がいいな。天文力学の説明してほしいし。嬉しいよ。さあお姫様、お席にご案内します。もしかして眠たくなっちゃった？ちょっとだけ。今日も部活の朝練だったんでしょ。疲れてるんだ。僕にもたれかかって眠っていいよ。おやすみ。プログラムの最後に出てきた神話の話、面白かったな。うん、天文学の授業ではあまり神話に触れないから新鮮だった。うわ、神話の話なんか出てきたか。まったく相変わらずだな。なあ、お前は神話の解説楽しめた？え？あ、ごめん。どうしたの？さっきからぼーっとしてる。もしかして熱でもあるのかな？熱はないみたいだね。よかった。なんでもないから、心配しないで。早く教室に戻らなきゃ。私、先に行くね。今日は月がすごく綺麗だね。風も穏やかで気持ちよくていい天気だ。そういや、今度は月見したいって話してたよな。この後にやるか。え、本当？いいの？うん、いいね。このまま屋上に向かっちゃおうか。うわい、やった。名月や、座に美しき顔もなし。あ、鈴や松尾芭蕉。よく知っていたね、よう。いきなり何言い出すんだよ。こけそうになったじゃないか。うん、私もびっくりした。鈴やがおかしくなったかと思ったぜ。有名な松尾芭蕉の俳句だよ。そうなんだ、私知らなかった。せっかくの名月を前にしながらも真に見入っている人はいなくて、がっかりって意味なんだけどね。じじくせえ。つうかこれから月見するっつうのにその句はないんじゃねえの。僕らはちゃんと月を見るよね。ね。うんうん、そうだよ鈴や。じじくさいはないだろう。じゃあ他に月にまつわる話をしてみろよ。どうせ彼方は知らないだろ。
スズヤが拗ねた。スズヤでも拗ねるのか。そうみたいだね。知らねえわけねえじゃん。月の話ぐらい俺だって知ってるぞ。ま、ちょっと意外。どんなお話？昔々あるところにおじいさんとおばあさんがおりました。ある日おじいさんが竹林に出かけると、竹の中から女の子が。今日は満月じゃないのが残念だな。でも私、満月は明るすぎてちょっと苦手なんだ。ああ、わかるかも。僕は三日月が好きだよ。ってお前ら、人の話聞けよ。せっかく語ってやってんのに無視すんな。竹取物語、子供っぽくてよかったよ。てめえ、バカにしてんなよ。バカになんかしてないよ。せっかくフォローしたのに怒られた。フォローとか言うな、フォローとか。あいつら雰囲気台無しにしてるな。スズやったら。流れ星。え、マジ？うっそー、見逃した。僕も見たかった。俺も気づかなかった。なあ、お前はどの惑星が好き？ん？惑星？土星かな。輪っかが可愛い。やった、嬉しいな。土星はヤギ座の守護星だから、それって僕も好きってことだよね。ええ、こら、よ、こいつが困ってるだろ、調子に乗んな。女の子は土星が可愛くて好きっていう子が多いしね。デザイン的に一番目を引くんじゃないかな。二人とも嫉妬は見苦しいよ。せっかくの僕の喜びを台無しにしないで。誰がやきもちなんか焼くかよ。可愛いイメージの土星だけど、何気に木星に次いで2番目に大きい惑星なんだよね。地球の9倍くらいの大きさをしてるんだよ。そうなんだ。けど質量は水よりも軽いんだよな。大きいのに変わりはない。そんなに大きかったんだ。可愛いから小さいのかと思ってた。可愛いのに大きくて頼りがいがあるっていうのもなかなかいいでしょ。月って星とは違った美しさだよね。神秘的。月の地名はロマンチックな名前ばっかりだしね。地名が海や湖なんだよね。実際に水があるわけじゃないけど、暗く見える部分が水のようだからってつけられたんだっけ。一番広い海が嵐の太陽、二番目に大きいのが雨の海。アポロ11号が着陸したのは静かの海だな。うん。ところで月見うどんって海苔が必須なの知ってた？いきなり月見うどん？海苔？海苔を夜空に見立ててるらしいんだ。そうだったんだ。月見団子も地域によっていろいろ違ってたりするらしいし。月見うどんに月見団子、月に関するものってどれも美味しそう。考えてたら食べたくなってきちゃったよ。私もお腹が空いてきちゃった。俺まで腹減ってきた。うまそうな話すんな。しょうがない。食堂に忍び込んで何か作るか。本当？やった。賛成。すぐに移動しよう。あ、予定変更だな。十分お月見したし、早く行こう。わかりやすい奴らだな、お前ら。まあいいけど。さあ、夜食、何作ろうかな。
ズや、彼方は体育の時にはいたよね。ん？ああ、保健室に行った。やっぱり最近彼方あんまり体調良くなかったよね。隠そうとしてたみたいだけど。長年一緒にいるんだから俺たちにはすぐ分かるのにな。体育だって初めから休んでおけばよかったんだ。彼方無理してたんだ。私ちょっと様子見てくる。失礼します。あ、カナタ大丈夫なの？なんだお前か。カナタ体調は良くなった？ただの貧血。顔真っ青だよ。まだ休んでたら？私星月先生を呼んでくるよ。見てもらった方がいいよ。いいっつーの。平気。でも平気だって。わかった、彼方を信じる。だけどその代わり質問に答えて。最近ちゃんと病院には行ってるの？大丈夫だよ、お前は心配すんな。でも今日だって体調悪かったなら体育休めばよかったのに。彼方はすぐ無茶しちゃうんだから私心配だよ。だから心配すんな。でもお前がそうやって心配してくれんのは嬉しいんだけどさ。けど俺はお前にだけは心配されたくねえんだよ。彼方、失礼します。あ、いた。不良が体調不良みたいだから見に来たんだけど。真顔でつまんないこと言うなよな。どう？体調少しは良くなった？みんな心配しすぎだから気にするなって。でもお前。ああ、俺今日は早退すっから。じゃあな。あ、カナタ。珍しいね、カナタが君相手にあんな態度取るなんてさ。まあいつものことっていうかしょうがないんだ。うん。何かあるの？どうして？要は知っておいた方がいいよね、カナタの体のこと。そうだね。前から気になってたけど、カナタどっか悪いの？カナタはね、小さい頃から入退院を繰り返してるの。体が弱いの？それとも。あの様子だから詳しくは教えてもらってないんだけど、カナタは病気を患ってるんだ。体調崩したり貧血を起こしたりしてるのも全部そのせい。完治する見込みもなくて、もしかしたら命にも関わるかもしれないって。命？それなのにカナタはなかなか病院に行こうとしないの。カナタにそんな事情があったんだ。全然気づかなかったよ。気づかせまいとしていたはずだから。カナタはね、病気のことで心配されるのが本当に嫌みたい。ずっと元気にしてたからもう良くなったのかと思ってたけど、そう簡単に治るわけないんだな。うん。朝から顔色悪いと思ってたらやっぱり体調崩してたし、彼方はずっと病気と戦ってるんだよね。手追いの獣みたいだったよね、さっきの彼方。きっと君の前では弱ってる姿を見せたくないんだろうな。
いつもああやって避けられちゃうんだ。迷惑なのかな。迷惑とは違うはずだよ。ほら、素直になれないやつでしょ、カナタって。そうだといいんだけど。あと、これはお前にも初めて話すけど、え、あいつが喧嘩するようになったのには理由があるんだ。スズヤ、どういうこと？もしかして病気の反動とか。そうだね。カナタは自分の体のことでかなりコンプレックスを抱えてる。弱い自分から逃げたくて喧嘩するようになったんだ。そんな、喧嘩なんて余計に体を痛めつけちゃうのに。喧嘩をしている時だけは健康体でいるような気分になれるってあいつ言ってたよ。多分病気のことも忘れられたんだろう。カナタ、あいつなりにもがいてたんだよ。子供の頃は自分の病気を受け入れるのが嫌でがむしゃらに喧嘩してた。負けるのなんかちっとも怖がってなかった。喧嘩で負った痛みより病気に対する不安の方が彼方の中で大きかったんだと思う。あの頃の彼方、いつも傷だらけだったけど、小学校に上がった頃かな、ずいぶん怪我が減っただろ。うん、喧嘩をやめてくれたんだと思ってたけど。その逆だよ。近所の神社で会った年上の男の子に喧嘩を教えてもらったんだ。コツを覚えたせいか怪我はだいぶ減ったみたいだけど、喧嘩の数は増えた。そうだったんだ。そんなの全然知らなかったよ。君を守るためにカナタは喧嘩を覚えたのかな。なんかそんな気がするよ、カナタのことだから。そうだな。あいつはお前を守るためなら手段は選ばないはずだから。それにあの人も。え？カナタらしい単純で分かりやすい理由だね。まあ分からないでもないけど。でも喧嘩なんかしたら絶対その分悪くなっちゃうよね。病気の度合いにもよるんだろうけど負担はかかっちゃうかもね。じゃあ喧嘩だけは注意しないと。彼方にとって良くないことだもん。だな。まあそこは彼方自身が向き合わなきゃいけない問題だけど、俺たちができることはしてやろう。うん、彼方がちゃんと自分の体のことを考えるようになって前向きになってくれればいいね。あとあいつの前でこのことを話題にするのは厳禁な。分かってるよ。さっきの様子を見てたら話題に出す勇気はないし。そうだね。余計なストレスを与えたくないから病気についての話題も出さないこと。うん、分かった。でもできるだけ俺たちが気をつけてやって無理はさせないようにしよう。そうだね。私しっかり目を光らせておく。さて、課題に金星の観測が出されたわけだけど、早速今夜見に行こうか。賛成、行こう。僕も賛成。この時期金星と月がすごく近い位置にいて綺麗に見られるって先生も言ってたし。課題も早く終わらせたい。課題はダリーし、4人で終わらせちまえば楽勝だしな。カナだったら最近立て続けだね。楽しいからいいけど。あ、でも今夜は寒くないかな。そうだね、少し心配。じゃあ俺が温かい飲み物を用意しておくよ。ありがとう、スズヤ。やった、楽しみにしてるね。
宵の明星は日没後の3時間だけしか観測できないんだよね。今日はいつもより早めに集まって、寒くなる前には終わらせよう。はい。じゃあ日没前に屋上に集合だ。うん、絶対遅れないでね、特にカナタ。了解。あ、結構人がいるね。みんな課題かな。日が暮れるまではまだ時間があるし、今日の授業内容の確認でもしようよ。うん、そうだね。いえ、それじゃ授業みたいじゃん。俺カメラ持ってきたし、景色の撮影しながらでもいい？しょうがないな、どうぞお好きに。金星は太陽から数えて2番目の位置にあるんだよね。位置の関係で地球からは見える時間が少ないんだよな。綺麗なのに短い時間しか見れないのはちょっと残念。地球と金星は大きさもほとんど同じで、よく似た惑星だって言われてる。それなのに生物が繁栄したのは地球だけなんだね。どうしてだろう。地球には海ができたけど金星にはできなかった。そのせいで二酸化炭素が取り除かれなくて分厚い大気になったとか言われてるらしい。そうだったんだ。もともと海があったけど、地球よりも太陽に距離が近いせいで蒸発しちゃったっていう説もある。分厚い大気のせいで金星から見る空は赤いみたいだよ。赤い空か、どんな感じなんだろう。うまく想像できないな。硫酸の雨と乾いた大地や火山の連なる灼熱地獄、そんなイメージかな。地球から見る金星は綺麗なのに、人間じゃ足を踏み込めないような世界なんだね。うわ、いつの間にか日が暮れちゃってるよ。夢中になっちゃってたね。なあ、金星ちょっと見えてきた。ほら、わかるか。ほんと？綺麗。夕焼けも綺麗だったけど、暗くなったら金星がはっきりと見えるようになったね。太陽と月に次いで明るい星なだけあって、ひときわ目立つな。そうだね、とっても明るい。ほんと、他の星が霞んじまってる。これじゃ一日中輝けないわけだ。だから余計に美しく見えるんだね。英語名ではヴィーナスだしね。ローマ神話の美と愛の女神っていう意味。ギリシア神話だとアフロディーテのことを表すから、金星の地名にアフロディーテ大陸ってついてるんだね。ヴィーナスって名付けられるわけだよね。まさしく愛と美の女神だ。なんだか君みたいだね。とても可愛くて明るく輝いてるから。え？こいつが愛と美？払いて。カナタ。こーら、カナタ、失礼だよ。笑うならあいつに聞こえないように。スズヤマで、そんなに笑うことないじゃない。ヨウ君も恥ずかしいこと言わないで。ごめんね、拗ねないで。僕は本心から言っただけなのに。僕にとって君は金星みたいな存在だよ。もうヨウ君たら。よくもまあ恥ずかしいセリフをそうペラペラと喋れるよな。なんつうか感心するしかねえわ。カナタ、負けを認めた？そんなんじゃねえ。でも
金星って輝ける時間が少ないじゃない？太陽の光があってこそ一番輝けるのよね。うん、そうだね。太陽系にある8つの惑星は内側から順番に水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星で、金星は地球のすぐ内側を回ってる。うんうん。だから地球から見ると絶対に太陽の反対側に来ることはないんだ。説明されてもよくわかんねえけど、そのせいで常に輝けないってわけ？輝いてはいるよ。ただスズヤが言ったように見えないだけ。金星が太陽に特に近づく時間がちょうど宵の明星と明けの明星って呼ばれてる時間かな。そうだね。まあどっちにしろ太陽のおかげで輝いてるわけだ。君が金星だとしたら、え、今以上に君を輝かせられる太陽みたいな存在が必要だよね。この中の3人だったら誰だと思う？こいつまたそういう際どいこと。陽君だよね、だよね。うん。はあ？こいつのどこがだよ。ん？どうして？いや、私が太陽で陽君が金星かな。うん、そっちの方がしっくりくるかも。何言ってるかわけわからないぞ。あ、うん、私が陽君を輝かせてあげられるなって思って。お前が陽？どういう意味？だって陽君お人形さんみたいで綺麗で可愛いでしょ。女装させて一緒に歩いてみたいかもって。せっかくうちの制服可愛いのに、女の子は私一人だけだし、私が陽君を綺麗にお化粧して。ちょっと待って。あ、でも並んだらきっと私なんか見劣りしちゃいそう。それはちょっと落ち込むな。ああ、なるほど。女装か。それは確かに輝けそうだね。腹痛い。それはバブした。女装ときたか。それは絶対嫌だ。なんていうか、君のことがだんだんよく分かってきた気がするよ。そう？私変なこと言ったかな？いいんだよ、そこがお前のいいところなんだから。それって褒められてるって受け取っていいの？うん、君の天然なところも素敵だよ。天然って？でも褒めてくれてるならありがとうかな。ちょっと寒くなってきたね。この後各自課題も仕上げないとだし、そろそろ戻ろうか。今度は明けの明星も見たいね。いいなそれ。今度見に来ようか。朝焼けは夕焼けとはまた違う美しさだしな。うん、賛成。それにはまず早起きをしないとね。え？それは起きれそうもないぜ。大丈夫、俺がちゃんと起こすよ。だったら僕も起こして。朝弱い。もちろん私もね。スズヤ、頼りにしてるよ。まったく、お前らはなんだか本当に子持ちになった気分だ。今さら、スズヤが俺らの世話をしないで誰がするんだ？そうだよ、スズヤがいるとなんか安心できるよ。だよね、わかるわかる。